防衛省は日本最東端の南鳥島に国内初となる長距離ミサイルの射撃場を整備する計画を明らかにしました。計画しているのは陸上自衛隊の1式地対艦ミサイルの発射訓練場で、これまではアメリカやオーストラリアで訓練が行われていました。2026年度以降の運用開始を目指していて、森下陸上幕僚長は国内で射撃場を持つことで練度の維持・向上につながるとしています。